こだったっけ、ね、いやこんなとこは通ってないと思うんだよな多分。これは何建物？小屋かな。したって鉱石だな、これを台にしてですね。しかしもうちょっと他の入り口があったと思うのですが、ここも開かないか。もう一旦戻りますかね。下がってるの前どっか行ったんだっけ、去年去年の本は大通りからえ向こうで踏み台の場所しかねえんか。去年別の場所から入ったんだけどね。ここ下がってるのか。なんか狭いとこ抜けてったんだけどな、去年。だからあっちの側の通りから入っていったんだよ。うん、じゃああっちの通りから行こう。あっちの通りのわずかな車の中が入れなくなった、うん、え、入れなくなった。そしてここが廃墟ホテルドリーム跡地でございます。ドリーム跡地でございます。焼けた有事初体験の地、ここで初体験をしたという伝説の伝説の伝説の地であります。あの肉規制犯罪者を許していいのでしょうか。罪を償うことなく今をノーノーと言っているのです。許せない。こっから入れるの。いやまあ確かに、でもすっげー潜るかもしれないですよ。こっちから行ったの。あ、そうだ、うん、じゃあ一旦車で反対側も回りますかね。そうですね。ここです。こっから行ったんだ去年。ああ、こっからね。はい、ここが本当の入り口ですね、正面入り口。
この横から入れたんですよ。え、ここだっけ？うん、ここか。え、絶対通れねえじゃん。え、いや、まあ、入りましたよ、普通に。いや、どう考えたってこれ人が通れる隙間ねえよ。塞がれたんかな。これ現状見る限り、あっちの場所しか入れるところないじゃないですか。あの窓だけだね。通れないっしょ、絶対。これ壊す。全部押すが。あ、いますよ。うん、ビッキスを。よし、3人で。やりますか。今は別に壊すわけじゃねえし。逆に手前に引くとか。え？押せないなら引くとか。でもちょっと広がったようなっていう。これで押し入れます。あ、配置電波がまたつかなくなった。あ、ネットが手袋で通るんじゃない。誰が開けた電波、鍵閉まったよね。うん、うちら行ったからね。うん、電波だいぶ前でした。あ、ちょっと懐中電灯ないから置いてかないで。ないの？いや、つかなくなった。ことは俺がルナでセックスしたときまだやってたわけか、ここ。うん、なんだこれ。お茶？コーヒー？コーヒー。飲みますか？いやいやいや。あっという時間がないのでさっと見て帰りますかね。すげえな、ここだいぶ傷んでるんだ。そこ抜けないかな。この上でセックスするわけでしょ。いや、本当そうですよ。300円なんなのこの機械。あ、これ動くんですよ。へー。チンコとマンコつなげた状態で乗って、あれが動いてピストンになるわけです。何かどうこか。ここは多分従業員ツールだね。ですね、従業員ツール。実際に行かないです。
ここ開かないんですかね。いやでも向こうは行くでしょう。あっちじゃちょっと見てみます。八号室か。あそこ俺が残ってない。不思議だな。うん、なんかだ。うん、殺人事件。いやでもこれ色的になんか血の跡にも見えるような。違うか。これはこれはこれ、はい、これセックスでもしたんですかね。うん、死体とかあったりして。え、この絵はあの 石打ちロイヤルホテルと同じ絵だ。なんか滑稽があったね。何もなし。この先は鍵閉まってる。入れない。なんだここ栄養ドリンク。すげえすごいとこ来たな。変だな。このジュース大丈夫な。ここなんか最近まで人がいたような。新しいね。人住んでないよな、まさか。まさかな。うん、いやあれみたいっていうかあれですよ。キングですよ。栄養ドリンクいつのかな。まさか最近のじゃないよね。なんか人住んでそうで怖いな。床は消化器とうんこか。コンドームだ。持って帰ったら。どこ？え、ここここ。まあ使えるっすよ。これいつのビール？戦争2018年2月最近じゃん。人来てるね。ここら辺のじゃあ肝だるし感覚で来たんだよね。先月だもん。これ持って帰ろうか。これ開封されてない。じゃあ賞味だって製造が先月になってますもん。え？ビール2018年2月製造って書いてありますわ。バカな。向こうにだったやつ。このビールは賞味期限いつだろう。これはさすがに2009年か。このビールを栄養ドリンクとか新しそうにもいますけどね。これは2011年か。これは古いんだな。2009年でいいですよね。
だって先月製造っていうことはちょっと前まで人がいたことになりますよ。いや、なんかよくっついてたから多分ファイトメディアにいいな。え ?2017 年11月13日最近ですね。最近は1年近く、ついこの間じゃん。キャッシュの扉は結構汚れてますよ、下の下とか。中身ファイル、中身問題の中身だ。穴開いてなきゃいいですね。穴開いてなきゃいい。何これ？ペットのトイレ？水戸黄門のマークじゃん。ああ確かに。裏返したらマークですね。給湯室。これが多分従業員の時から。何この段差。こっちは綺麗だな、割と。よくしねえよ。何これ。え、これって何？グリス。グリスって何？あのトラックのね、滑らせるやつか。これだね。わかる。うん。まだずっと部屋が続いてる。マジですげえ。あれみたい、ホテル2001みたい。長野県の。でもう一つ部屋あるんですよ。あ、来たことあるんだ。いや、これじゃない。まだ部屋がある。だからどうなってるのかな、普通に。で、行き止まり行こう。すごいな、これ作りが。なんか綺麗だね。うん。ここだけなんか。隠し部屋じゃんか。いや、でもよく見ると汚いな。でも、なんか住めなくはないよ。まあ、誰かの家よりもあるかな。ちょ、距離開けて降りてきてね。うん。上から埃が落ちてる。割れてんな。隣の面がすっげえ近いね。通報されたんじゃないんだけどな。すごいな。ラブホテルがこんなに近いって嫌だよね。いや、あなたが時間大丈夫ならいいですよ。いや、俺はね、もうどうせ変わんないでしょ。こんな目の前、目と先なんだ。まあね、目と先なんだ。1、2分しか変わらん。なんか小さなロシア村みたい。なんか保管してるんですかね。てかそこ抜けすぎ。部屋ですね。別室。かなり。
ホテル館内の時はどんなに悲鳴上げても他の部屋に聞こえません。と部屋が繋がっている時はあんまり悲鳴上げていると聞こえます。なんか館内の方がなんか事件がありそうだね。まあね、どんな悲鳴上げてもわからないからね。なんか事件起こす予定でもあんの？ないです。ちょっと離れるよ。その2名家のラブホテルチェリーみたいなね、名前変わったね。うん、変わったね。遠く行ってきたけどYouTube 載ってるけど、ここなんか投稿した人いるでしょ、このタウファクの様子。はい、